航舎部隊とは、地対空ミサイルにより敵航空機、ミサイルを迎撃する航空自衛隊の部隊である。航空総対航空戦術共同弾霊下の航舎共同軍及び航空総対霊下の航空方面隊に属する6個、航舎軍に各4個航舎隊の計24、航舎隊によって構成されている。指揮系統の効率化のため、 31中規模において24個校舎隊を維持したまま、6個校舎軍から4個校舎軍への改編を実施予定である。運用については、パトリオットミサイル日本での運用及び、ミサイル防衛終末工程に対する迎撃部隊、砲兵組織自衛隊校舎特化部隊の運用を参照従来、ペトリオットを運用する校舎隊は1ファイアユニットが配備され、射撃管制装置。 レーダー装置、アンテナマスト、電源車、無線中継装置、発射機5機で構成されていた。しかし、北朝鮮のミサイル開発が進展していることから、全校舎軍に PAC-3 を配備するために、既存の PAC-3 を再配置する計画に、変更、1FU の発射機を PAC-2 用に3機 PAC-3 用に1機とする改変を行い、 各校舎体に PAC-3 を配備しようとしている。ありがとうございます。